信長が京本能寺で光秀の手にかかり討ち死に。秀吉様、ご運が開けましたな。勘弁、お前あれ、清正さん、何帰り支度してんの？これから毛利と決戦じゃ。京に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え？いくらなんだ、急じゃね？ああ、そういや、頭でっかちは。三成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ、正則。俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。と！待てよ、清正さん！かがり火に沿ってかけよ。装備は最低限でよい。腰兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ急げ。貴様は確か大谷義継。何をグズグズしている？流れは秀吉様に。そう急ぐ必要もない。いいから早く出立しろ。信長様、この光秀、最後まで背き切りました。亡き信長様の世継ぎは信長様の孫の三法師様か、信長様の三男信孝様か。明智討伐の功を鑑みれば秀吉様の推す三法師様が妥当かと。まあ柴田殿、この話はまた後ほど。おいつ様、猿について行かれぬのですか？いやー、家康殿はお強い。このまま戦を続けたら共倒れになってまうわ。どうじゃ、ここは一つ壊せんか？そのために単身参られたと。イエス殿、頼む。お前さんがここで折れてくれりゃ5年で天下を統一できる。じゃが折れてくれなんだら倍かかる。それじゃ長すぎる。わしの身が持たんわ。真に強きは秀吉殿よ。敵陣に乗り込み心根を晒す、私には到底できません。戦なき太平のため講和をお受けいたす。家康殿、かたじけない。天下人の重圧っちゅんは尋常じゃねえわ。わしが死んだら家康殿はこの重圧を一人で背負うやもしれん。
さんの段、ごめんなれ。今少し遅くば、この首は飛んでおった。聞けば、そこの小十郎の助言に従い、服従を決意したそうじゃな。はっ。この政宗には、過ぎた家臣にて。許す。これよりは、君臣一体となって、わしを支えてくれ。ありがたきお言葉。次、関東を治める奴に伝えてくれねえか。ここの民泣かしたら承知しねえってな。必ずや。お二方は秀吉殿と共に大阪へ。愛者は勝者に従う、それが戦国の習いでござる。わかったわ。私は大阪に、姫様はあんたに降伏して関東に残る。それでいいでしょう。なんと。みんなが愛したこの国をお願いします、姫様。あひせんの日でよし出世して、あれよあれよとこう当たってて、明智に新パターンに本を与え、お前様危ないよ。いざ秀吉へ。なんじゃ、二人ともぼーっとしょって、はぶらかったわ。そうだ、秀吉にもしもんことがあったらどうすんだ。調子いい。すまねえ、秀吉、わざとじゃねえんだ。ようやく笑って暮らせるよ。